深鉢型土器。新潟県長岡芝港にて出土。取って部分に典型的な系統管型が見える。火炎型土器は、縄文時代中期を代表する日本列島各地で作られた土器の一種。燃え上がる炎をかたどったかのような形状の土器を指す。縄文土器の中でも特に装飾性豊かな瓦家である。火炎型土器は、ほとんどが深鉢型瓦家で、 頭部は粘土紐を貼り付けて S 字状、渦巻き状などの文様を施す。縄文による装飾はほとんど見られない。上部には原則として4箇所に大ぶりの取っ手を付す。取っ手は複雑な形状で粘土紐によって装飾され、取っ手以外の後縁部はノコギリの市場に形作る。これらの装飾が何を表したものかは不明だが、 全体の形状が燃え上がる炎を思わせることから、火炎型土器と呼ばれている。集落内の特定の場所で発見される傾向はなく、またおこげがついているものも出土することから、見た木に使われたと考えられる。しかしその形状から見て何らかの最終的な目的に使われることがあったとする考えもある。長岡芝高遺跡出土火炎土器の 3D データ火炎型瓦家が、 初めて出土したのは、新潟県長岡市の馬高遺跡で、1936年に、近藤厚志サブローラの調査によった。この調査による、出土第1号の土器のみを、火炎土器と、通称し、他のものや大石出土のものを、火炎型土器と呼ぶ慣習がある。また、以前は、火炎系土器と記述されていたが、最近では、火炎型土器とされることが、ほとんどとなっている。 他にも、火炎形式、火炎類型、火炎形などの名称が存在する。加えて、火炎が使用される場合については、要例として、火炎土器と火炎土器様式があり、火炎よりも広い概念土器と、王冠が高わらけとを包括するものとしてを表していることが多い。以上の例は、考古学的な概念規定の相違によるものであるため、研究者によって、 使用法が異なることがある。他方、かつて、火炎の字が用いられていたものが最近、火炎とされることが多いことについては、自体の移り変わりによるもので、概念的には同じである。火炎型カワラケには、後炎部と取っ手部の形状から区別される、類似の土器が存在し、王冠型土器と呼ばれる。火炎型カワラケと王冠型土器は、同じ遺跡から出土することもあるが、 公園から、取っ手の形状に関して類似したり互換したりするような、ことがない。このことから、この二つの形状は何らかの対立する概念として、承継されたものではないかと推測されることがある。東日本全体では200以上の遺跡で出土している。品濃川流域の新潟県、長野県北部、及び阿賀野川流域の福島県西部の出土数が、多い。 北陸地方の富山県や東北地方の南部、山形県、群馬県、栃木県から少数出土することがある。出土点数の大半は、新潟県域の特に、品濃川中流域に集中する傾向があり、長岡芝高遺跡、東日、長子笹山遺跡、のくび遺跡などで特に多く出土したことが知られている。福島県では、 縄文中期から末期にかけての柳津町跡、生前遺跡、山群西合津町の上小島市遺跡、南合津郡南合津町の寺前遺跡、万代町と稲わ城,城町にまたがる、のりまさしり遺跡などが知られる。火炎型カンラケに、系統的に先行する様式は、不明瞭と言われる。つまり、この様式が突然想像されたという奇妙さがある。しかし、 この土器の素形は、北陸地方の新保、荒崎式土器、あるいは、東北地方南部の大木式土器などの影響を受けて、できたとする説もある。10日、調市の品野川う岸んだん球場に位置する笹山遺跡からは、1980年から1986年にかけて実施された、発掘調査により、火炎型河原家が出土している。 新潟県笹山遺跡出土新八型土器57点は1999年国宝に指定され、火炎型瓦家が14点含まれている。教科書等に掲載されることの多い代表的な火炎型土器は、縄文有機炎と愛称が付けられ、国宝指定品の中でも中心的存在として扱われている。1982年7月8日出土。 高さ約4 6 5トル、最大幅4 3 8トル、重さ約7 4ラム、残存率95%。笹山遺跡の国宝指定土器は、現在10日、銚子博物館が所蔵している。この画像の土器は、新潟県場高遺跡出土品として、重要文化財に指定されているものとは別個体で、 天魔皇室土として、東京国立博物館に所蔵されているものである。小林達夫、勝坂式季時用式券と、火炎時用式券の対立208ページ、相原昭次三橋博士、東北古墳探訪を彩り流、社2009年7ページ。ありがとうございます。